鳥居です。これが例靖国神社の鳥居ってでっかいのあったよね、外に。これ靖国神社っていうの覚えといて。靖国学校でね、俺は教わるんだよ、靖国神社。戦争に関係する神社、うん、昔の。ここら辺で戦争やった。戦争で戦った人たちが死んじゃって、ここにお墓で埋められてんの、みんな。え、じゃあ日本負けたって。負けてるよ。で、ここにね、ここにそういう風に埋められてる人がいっぱいいるわけで、そういうのが教科書で出てくるから、そしたら、うちから電車ですぐ行けるっていう風に覚えといて、行ったことあると。分かった。前にも行ったことあるよ、来たことあるよ、うん、こっちから行ったんじゃなかったと思う。出た人はもうやんない方がいいよ。そうなの？え？ああ。あったあった。これね。